はようございます。まあ、昨日はね、無事ね、リスワン取れましたね。はい、ありがとうございます皆さん。はい、まあ感謝しかないんでね、まあ今日もやっていきたいと思います。おめでとう、ありがとうございます。嬉しすぎてもう逆立ちしたくなってきちゃったよ。パルパルがやってたとこれね、うん、ちょっと逆立ちしてみようか。これ祝福のね、逆立ちをねしたいと思います。はい、あ、花火ありがとう、逆立ちしよう。ちょっと配信者ゴロたちのところでね、逆立ちしたいと思います。見えないかな、これ見えます？逆立ちできない。あ、みつるさん、はい、おはようございます。え、配信してね、配信してますね。いや、ね、お名前、あの、ね、お名前これユリアです。あ、ユリアさんですよね。だから、え、みつるさん、この間ね、声かけてくれた。え、なんで知ってんの、覚えてくれたの。いや、だから覚え、なかなか、昨日ね、あの、だから僕、記憶障害であれなんだけど、記憶障害で、今もだからなんか雰囲気的にユリアさんと思って、で、え、みつるさんはダンボールってどこに売ってますか。いや、だから最近ダンボールも出さなくて、ちょうど、ね、手に入れたばっかなんですよ。え、これダンボール、どこ、これ、あ、そこにダンボールくれんの。いやいや、だからもう、だからあなたたちも、あなたたちの方に障害が起こってるんですよ。こういう、あの、世の中取りすぎててね、もうダンボールも、ちょうど偶然さっきあそこの通りから、これ僕が持ってきたやつ。あ、もうダンボールくれんですか。あ、あ、欲しいんですか。ダンボール欲しい。な、何に使うんですか。え、ちょっとホームレス配信しようと思って。あ、じゃあ、だから、あ、ちょうどよかった。僕だけなぜかね、どんなことも許されないんで、半年以上前なんか僕掃除だ、掃除してたら気をつけないんです。え、くれるんです。やったー、ダンボールゲットしたぞ。警察来る前でもう逃げるよ。当たり前じゃん。ありがとう、じゃあ、ありがとうね、みつるさん。足も行くんで、ね、ちょっと。だから捨てないでください、なるべく。でも、すぐ捨てられていますけど。あ、もう半分、半分切って、半分。いやいや、あ、なるべくですよ。だから、あなたが今使って、僕だから。半分切って、じゃあ、じゃあ、いや、こんなに大きくいらないよ。いやいや、切って、いや、だから。こんな大きいのよ。わかりますか。早く、早く、と、早く。でも、ちょっとこれ、もう、早く。え、なんだこれ。いや、だから、だから、半分でいいんだって、これ。だから。大きい分にだいぶ賞を兼ねるんだって。ああ、切らないと、切らないとダメだ。切っちゃダメなの。じゃあ早くしないと警察来るって。早く早く、みつるさん早くして。持ってきますよ。私シンデレラから長居できないですよ。すごいな、命令するな。持ってきますから、あの、持ってきてくれんの。どこでコンビニなの。みんなそれも出さないんだけど、早くして、早くして。交番の前のファミリーマート。交番なんて行けないよ。俺が行くから、あなた。マジで、あ、じゃあ後でまた来るね。うん、あ、じゃあ、ね、あ、じゃあこっち一緒に来る。いや、とにかくね、まあ、そこに挟んでおきましょうか、持ってそこに、うん、あ、じゃあそこに、そこに挟んどいて、じゃあ。OK、ね、ありがとう、みつるさん。じゃあね。まあ、シンデレラなんで、同じとこには長居しないですね。はい。まあ、アンチの通報には負けません。警察が来るからね。みつるさんに段ボール挟んで送って、自販機の間に挟んでくれるって嬉しいわ。うん、もういいよ、そういうナーボーの歯と足分かってるからさ。ナーボー始まったらさ、通知来るからさ、常に配信ボタン見てるからさ。うん、髪型はね、祝福のね、ツインテールにしたんだよ。まあ、昨日はリスワン1位だったからね、祝福のツインテールで。やったー、ダンボールゲットしたよ。まあ、今日これで、ホームレス配信できますね、無事にね。うん。逆立ちはね、ちょっと長居しちゃったから他のとこでする。うん。あ、ここでするか。ここでしよう。居場所を特定されたくないからね。ここで逆立ちするから。ちょっと見えちゃったな。うん、バレないところで逆立ちしよう。ブラマユに一言。ブラマユは許せないよ。うん、あいつね、ナーボーの家に行きやがってね。
なんで許さないのか。だってあいつ私のダーリンの家に入ってったよ。許せねえよそんなの。許せれば許されないよ、うん、本当に。それこそ生卵投げたいよダーリンの家に。だからナーボーは恋愛感情がないって言ってたけど、でもそんなの分かんないもんね。構想上で言ってるだけかもしれないし、恋愛感情あるんじゃないの。ぶっちゃけあるっすよ。だって LINE も来てた時嬉しがってたしね。うん、で私があれやるかもしれないね。オワコンになった方が構ってくれるかもしれない。あえてね、逆になんかブナマユちゃんぐらいがちょうどいいのかもしれないね。男からしたらそのぐらいが育てたいらしいね。だからあんまり完璧すぎたら相手にしてくれないのかもしれない。だオワコンになろうと思う、うん、完璧につまらない放送を目指すよ。だってそうすればナーボーが指導してくれるかもしれないからね。一人でもやっていけるって思われたら相手にしてくれないからね。完璧につまらない放送を目指します。歯は見せますね。まあリスワンを取れたので歯を見せたいと思います。もう自分でも見たくないからそう、やばいっしょ。変な髪型。あ、今みずるさんもあれしたのかな。ちょっと戻ってみようか。ダンボール来たかな。ちょっと遠くからそんなにやばくなかった。え、上の歯を見せてって。見えます？ご覧いただけたであろうか。ちょっと警察いないかな。ちょっと自販機の間に挟んでるって言ってたよ、みすずさんが。せんべいね、食べたらね、かけたんだよ、うん。で、アパホテルでもう完璧に出来になりました、はい、うん。偽名を使ってたのバレたからね。昨日だって、他のアパホテルに行ったのに、またまるさんですよねって言われて。店員さんもリスナーなのかな。なんで顔だけで分かるんだろう。他の名前を使って泊まってて、なんで私だって分かるんだろう。またまるさんですよねって。お客様違う名前使ってますよねって言われて、うん。アンチがなんか通報してんじゃないの。許されねえよそんなの。ホテルぐらい泊まらせてくれや。だってアンチに通報されていたずらされたくないから偽名使っただけだよ。別にストーカーで逃げてるからとかそんなんじゃないんだよ。ちゃんと歯を見せろよ。見せてるじゃん。警察来てんのかな。ちょっと遠くから見ようかな。遠くからね。マスク逆？あ、メガホンありがとう。警察はいないね、今のところ。警戒してるからさ、一応今のとこポリスはいないな。挟んであるかな。ちょっと挟んであるかどうか確認しに行くか。そう、ストーカーで捕まったね。みすずさんが自販機の間に段ボール挟んどくらしい。あ、1位おめでとう、ありがとう。ここになんか挟んどくんだって。さっき自販機の間に挟んでるらしいよ。みすずさん分かってるよね。あ、みつるん、みつるん、切り離さない方がいいの、この段ボール。半分ちっちゃいのがいい。だからこれじゃそのままの方がいいってこと。これそのままの方がいい。あ、だそう、うん、あ、じゃあこれでくれるんですね。そうそう、だから他の配信者で最初からね、もう半年以上自分で取ってこいと言ってみつると付き合うから私。知ってる？ありがとう。あ、そうなんです。ファンの方じゃないんですか？あ、ありがとうございます。あ、そうだ。なんか、はい、どうも。じゃあこれくださいよ。どうぞ。リスナーさん来てくれた。一緒に写っていいですか？ダメ、顔出し NG。いやいや、まずいと思う。あ、まずいですか？どこでやってんの？いや、でも、ここ最近ですよ。うん、5年前もちょくちょくやってたけど。あいこさん知ってます？あいこさん知ってますよ。はい、あの今何で A 版になったんですよ。あ、ほとんど僕のせいなんですけど、僕とんでもないことばっかり置いてて、あ
の今だから聞いてはいたんですけど、早く早く段ボールちょうだい、ちょっと死んでるから長いできないんだよ、もうやばいからさ。そう、これじゃあちょっとこれでいいの、これもらえ、まあ、ありがとうね、ありがとうね、みつるさん、またね。え、どっか行くの？ホームレス配信する。やってんの？やってる。ありがとう。バイバイ。またね。逃げろ。警察から逃げるんだ。あいつらに職質ね。会わないんだ、絶対に。逃げ切るんだ。逃げるぞ。やばい、段ボールが突っかかった。段ボールゲットです。クマちゃんありがとう。まさかね、リスナーさんが早速いると思わなかったね。あー、落ちた。段ボールゲットです。はい、こんなに大きい段ボールもらえると思わなかった。イエーイ。風船ありがとう。フィルターって何？フィルターって何ですか？あ、やばい。お茶まで落ちた。焦りすぎて走ってるって。うん。すごい落ちる今日。段ボールとか。最後まで落ちちゃいそう。うん。みつるさん優しいね。まあ別に逃げるっていうか、やましいことしないんですけどね。なんで足が走って逃げなきゃいけないんだよ。おかしいでしょ、その時点で。なんで足が犯罪者みたいになってんだよ。その時点でおかしいでしょ。髪型変だよって。だからこれはお祝いの部屋なんでね。はい。まあ皆様にこのお祝いを気持ちを髪型で表そうと思ってね。ナイスはね、ちょっと諦めてるね。厳しいんじゃない。まあ私が目指すのは毎月リスマンって感じだから。後ろ？誰もいないよ。うん、まあ嬉しいですね。早速リスナーさんが来てくれて、まあ今日はねホームレス配信で昼間はやっていきたいと思います。こないだ中途半端で終わっちゃったんでね。うん、モグゴリはどうしようかなと思ってる。かわいい、ありがとう。やっちょに金返しないよ。あ、風船ありがとうね。やっちょには今日は返さないね。うん、なんか優柔不断とか言われて、新やっちょのこと舐めすぎやろって聞いられて、怖いよ、新やっちょ怖いよ。だからまあ今日は返さない、でも一生返さないわけじゃないからさ。私服警官いた？別にいてもいいんじゃない？この間行ったところに行こうかな、ホームレス配信したところ。ブラマユはね許せねえあいつ。だから私もうオワコン配信者になろうと思ってる。オワコン配信者であればナーボーも指導してくれるかもしれないからね。うん、だからあんまり人気を取りすぎると、 あいつは一人でもやっていけるんだって思われるんで、だからそういうことしたもんで、ね、あいつは俺がいないとほっとけないってブナマユに言ってたからさ、私もちょっとそういう風になりたいよね。だから閲覧500人ぐらいでいいよ。うん、そう、そうすればナーボーが指導してくれるんじゃない。一人じゃ何もできないんだって言ってる。キティちゃん、ブロック解除はだから私のことがまだ好きなんだよ。だって本当に嫌だったらブロックしたままにするでしょ。ツイキャスブロックしてたけど、だから何かあったら警察にそれ私も言うもんね。ブロックされ解除されたんだからって言ってる。向こうは被害届できないんじゃない、うん、だって普通被害者がブロック解除しないでしょ、そんなの。後ろ何もいないよ別に後ろは、うん、昨日はね、なんかね、まあ、ブラマユを見ててイラついたね。まあ昨日あった出来事は別にリスマン取れたぐらい、事件は起こしてないけど、早く病院は来週の木曜日行こうと思ってる。うん、宝くじいいね。億万長者になれば何も相手してくれんじゃないの、さすがに。ブラマユより足のは可愛いよ。50万の慈善金迷ったってしたよ。1年間かけて毎月毎月7万円払うってね、弁護士づてにね相談したんですよ。逮捕してる間に、逮捕されてる間にね。
その時にね、でもね、毎月7万円の支払い能力があるかどうかわからないって言われて、だから結局ナーボーはね断ったね、時代もね、うん、先輩がいるよ、寝てらっしゃるね、あんな暖かい毛布どこに売ってんだろうな。いいね、なかなかいい暮らししてるじゃん、雨風しのげるし、うん、ちょっと一日これマジでやってみようかな、うん、先輩すごいね。あ、こないだの人もいる、あ、あかねちゃんおはよう、こないだの人もいるよ、すごいね、雨風もしのげるし、うん、でもナーボーも一瞬ね迷ったってして、後ろ後ろ誰もいないよ、仲間になるよ、今からこのみすずさんにもらったガチのホームレスの先輩にもらったから、やっぱ厚みがあるよ、段ボールが、うん、だから迷ったということはね、お金を払えばね、あの和解できる可能性があるんだよ、だから宝くじで渡ればいいよね、100万ぐらいあったと、そしたらナーボーとよりを戻せるかもしれない、そんなもんだって世の中金なんだよ、金払えばナーボーだって許してくれる、うん、そうよりを戻すね、うん、まあ付き合ってたわけじゃないけどさ、後ろいないって誰も、濃厚接触させろや、うん、この髪型は昨日なんかあのお祝いですね、昨日のお祝いでね、まあ、今日はこの髪型にしていきたいと思いますんで、ね、なんで狐枠にするの、金梅お前よくだけじゃなくて1秒のセックスで1秒チンコを入れたんだよ、うん、だから気持ちよかったよ、その1秒だけで、ね、あんあんあんってあんって言って気持ちよかったです、はい、あ、風船ありがとう、10個も、うん、どうしようかな、この辺あれ、新大久保ってどうやって行くんだっけな、確か私この間新大久保でホームレスしたんだよね、そう、新大久保とかを、うん、ちょっと日進力あんまないからね、また落ちちゃった、いや、こんだけの厚みがあったらホームレスできそうだよね、そう、新大久保向かうわ、あ、くまちゃんありがとう、はい、ふわふわくま、はい、うん、何のお祝いか、リスナーのお祝いとナーボールが私のブロックを解除してくれたお祝いですね、嬉しくてしょうがないってブロック解除されて、うん、運気が上がってきたのかもしれないね、ブロックまで解除されてね、なんか嫌いじゃないんだよ、うん、だって逮捕したいわけじゃないってこの間言ってたもん、ナーボーの配信で、あいつは別に逮捕したいわけじゃないって言ってたからね、本当に嫌ならブロックすると思うよ、うん、コートはね着てるよ、あったかいこのコート、まあ、ジェラピケの服はまだアパホテルに置いてあります、はい、いや、なんかの間違いじゃないよ、自分でユリアのブロック解除したって言ってたもん、証拠集め、新大久保は反対方向やってるでしょ、ここで、あ、すごいすごいね、なんかすごいよ、お祭りみたいな、何やってんですか、何やってんですか、なんか宴会してるんですか、はい、ちょっとインターネット生放送してるんですけど、いいですかね、映して、え、大丈夫ですか、コロナとか大丈夫ですか、はい、すごいですね、こういう段ボールってどこで売ってるんです、こういう段ボールって探してるんですけど、私もどこで売ってます、いや、もっと欲しいんですよ、わからないですか、すごいこれ、もう本格的だよこれ、うん、まあ、昨日親にさ2万円もらったけどさ、あんまり使いたくないんだよ、そう、だからトラック買えますね、はい、トラック買えます、あ、クマありがとう、マスク上下逆ですか、まあ止まるところがないんでね、2万2千ももう1万円切っちゃったからさ、充電器買ったりなんやかんやしてたら、モバイルバッテリーも3千円ぐらいかかって、だから結局もう1万円切っちゃったもんね、お金がなくなるのは早い、うん、
モバイルバッテリーで今一応充電してるけどね。そう、なんか変なモバイルバッテリー買っちゃったって。だから泊まらせてくれる人は泊まらせてくださいね。はい。いや、始まってないですよ、まだ。分かってるから、いいよ、もうそういうその、情報はね。分かってるからさ。だから、まあ、止めてもいいよっていう方は、DM 返してくださいね。はい。で、結構ね、DM は、ラボ神会、嘘でしょ。そういう情報はもういいからさ、分かってるから、本当かどうかっていうのは。そう、Twitter の方の DM 確認したいと思います。金バイトキスしたよ。ベロチューは忘れられないよ。はい、DM 来ました。止めれますが、池袋のビッグカメラに来れますかって。池袋じゃなくて新宿に来れないですかね。ちょっと今返すわ。新宿に来れませんかって言って、ちょっとリスナーさんの家に泊まるっていう企画もしたいと思ってるね。まあ泊めてもいいよっていう方はね、 DM してきてくださいね。だお金はね使いたくないんだよ、あ、クマありがとう。プレゼンターさんありがとう。また来た。ユリアさん、福島県でよければ来ませんか。おかしいでしょ、その時点で。なんで私が福島に行かなきゃいけないでしょ。お前が来いよ。ことこやだって福島じゃないでしょ。5万くれるなら止めてもいいよって。そんなイケメンなの。ブラマに悪い子じゃないよって。いや、悪い子でしょ。カレーよりひどいやんな。カレーよりひどいわ。だって私がこんな好きなの絶対してんので、それでよくノーノットナボーの家に行けるわな。許せないよ、ほんと。カマありがとう。カレンの時も結構ガチで怒ってたけど、もっと怒ってる今回は。許さないからね。ブラマヨさん見てます、許せないよ。まあ DM してきてね、私に止めてもいいよって。女性の方でもいいんでね。板場さんは別にもういいかな。あ、DM 来た。泊まるところなかったら相談してねって。千葉には行かないよ。千葉から迎えに来てくれんならいいけど。ちょ、DM 返すわ。新宿来れますかって、送ろう。返した、DM。新宿来れますかって、送った。流しで泊まりたいと思ってるからさ、後ろいないよ誰も。だからリスナーさんの家で泊まる企画もしたいからさ、まあ、とりあえず大久保向かうわ。姫ちゃんズのやんって行かないよ。ドンキホーテー、北海道になんで足が行かなきゃいけないの、おかしいでしょ。まあでもこの段ボールはなんか前回よりいい感じですね。だいぶね、Uパックの段ボールよりこれ。あ、ここにも薬局にもあるんじゃないの、ちょっと。段ボール。まあいいや、近くでもらおう。まだ遠いし。なんか、ナーボーのホームレス配信も見て、いろいろね、研究したんだよ、昨日。だから、ホームレスの配信をしようと思って。なんかお金も使いたくないからさ。お金もあったけど、もったいないからね。お金あるけどさ。まあでも、あるたってもう一番切って。で、銀行で今10万ぐらいだね。10万はあるけどね、日曜日だから押せないんだよ。カラオケ配信は今度だね。警察？え、いないよ別に今のところ。なんで北海道に行かなきゃいけないの？金梅さんとかが行くんだったらついていくかもしれないけど。いや、セックスがしたいわ、セックスに。誰か泣いてくんないかな、本当に。セックスしたいわ。欲求不満でおかしくなっちゃう、本当に。毎月お金入るね。月に15万ぐらいだね。え、ブラマヨの家は泊まんないよ。まあ、リスナーさんね、女性のリスナーさんでもいいんでね。DM してきてくださいね。あんまりお金を使いたくないからね。アパホテルもできんだしね。アパホテルが一番安かったからさ。
おかしいですよ。なんで店員さんが私のこと知ってんだって。他の名前で使ったらまた丸さんですよねって言って、なんで私の名前わかるんだって。うん、デリーには行かないよ。まあそのうち行くけどさ。うん、配信しないとなんかやってらんないんだって。うん、なんでブナマヨちゃんに消えてますか。だからナーボーの家に行ったからで、ね、怒ってんだよ私。うん、その辺のやつに声かけたらいいじゃないって。まあそれもある、ありだけどね。とりあえずまあ DM 待ってる感じだね。ホームレス配信しながらね。あ、顔写真も出上がってる。怖いね、アンチの人がそこまでしてんのか。だってさ、偽名で止まってたら分かんないじゃん、この人がまた丸さんって分かんないじゃん。だから私行けると思ったんだよ。そしたらさ、あの全店舗共有で情報が回ってるって言われた。アパホテル全店舗で、あなたまた丸さんですよねって言われて、うん、怖いよ。うん、世の中はね、世間が狭いよ。上野公園なんで行かなきゃいけないの。何これスペシャル、何これ、ファミリーレストラン、どういうことこれ。あ、ガールズバーか。ちょ待って、パルパル始まったんじゃないの今。ちょっとちょ確認するわ。パルパルも見なきゃいけない。ちょっと待ってよ、みんな久しぶり。家を借りること決めたらって。そう、一回また夕方続きやるわ。まあ詐欺じゃないんで、ホームレス配信は絶対あるのでね、詐欺じゃないんで。私もリスナーだからパルパル見たいんで、夕方またこの続きはやりますのでね。アイテムくれた方ありがとうございます。まあ夕方やります。パルパル見ます。